今回、急に、うん、大阪の方に行かれて、はい、それで、大阪府知事にですね偶然会えたと言うんですけれども、はい、多くの人がですね本当に偶然だったのかというふうにですね思っております。どんな経緯でですね大阪に行って知事に会えたのか、まずそこから教えてください。まずですね、マスコミ報道で、知事がその沖縄の基地問題についてね、負担の軽減を全国の人たちで考えなければいけないというような報道があったもん、あったんですよ、月曜日ですね、それと同時に知事が、その政府が正式に来たら自分は論議するよというようなお話もあったんで、その知事の思いをですね、直に聞かせてもらえればなという思いでありました。しかも私ども沖縄の県会議員の人たちも行くんで、議長にもお会いをしたい、そして知事大阪府議会議長です、大阪府議会の議長さんにもお会いしたいというふうにやったんですけども、なかなか知事の日程が取れないと、いうことだったんで、しかし議長の日程はですね、取らせていただきましたから、議長にお会いして、その思いだけ伝えて、そのことでですね、知事にも伝わればいいなというような思いでありました。また知事の秘書さんにもですね、何度も私直に電話を入れてどうしても会いたいんだと、いうことを申し上げてきたんですけど、難しいというような返答でした。それはいつぐらいからコンタクトを取ってたんですか？もう2週間前ぐらいからですね。なかなか取れないと、またこれ安保の問題は国の専権事項だから、私が意見を言っちゃいけないと思ってるという、知事の橋本知事のお話もあったようで、なかなか日程取れなかったんです。なるほど。だけどもこうやってね、何回もお電話差し上げて、なんか人間関係ができてるような顔を見たこともない秘書さんですけど、せっかく大阪府まで行ったら、名刺は置きに行きますからねと言って、いや名刺置きに来ても私いないかもしれませんよって言ったら、いなくても置いてきますよと言って置きに行ったんですよ。そうしたら知事がお帰りだった。本当に天の配剤ということですか？いやー、僕はね、すごいなというふうに思って、そうしたら知事がどうぞマスコミ抜きだったらまずお話伺いましょうって手を出してくれたんで、そのまま入って、それでお話をさせていただいたんですね。どうでした？いや、素晴らしかった。僕はね、その時も申し上げたんですけど、管区を米軍基地の再編計画で使いたいとか使いたくないとかということをより以上に、知事が沖縄の米軍基地の負担をみんなで分け与えようと、分け合おうよと、分かち合おうと、この言葉には感激したと。だからそういうような思いをね、ぜひ発信力のある知事だから、橋本知事だからやってもらいたいというようなことを私たちは言いに来ましたよというようなことを申し上げまして、またそうしたら知事がもうさまざまなその沖縄のことを存じ上げておりますし、歴史館の中でもまた沖縄問題をお話しなされるし、太田中将の、太田中将のお話もなされるし、非常にですね感激いたしました。その時知事が申し上げたのは3つありまして、1つは全国知事会の戦略委員会で沖縄の基地の負担の軽減について話をするという提案をしますよというのが1点と、2つ目にはその政府がちゃんと話をしたいというなら私は話をしますよというのが2点と、で3点目には沖縄の基地問題をいろいろと私たちが教科書問題から勉強していますよっていう、なんか心に染み入るような話をしていただきましてね、嬉しかったですね。では知事は、大阪府知事は橋本さんは、もうこの昨日今日ですね、月曜日にその質問にわざわざ行ったのは私本人なわけですけれども、やはりその時私自身も感じたことですが、昨日今日考えたことではなく、だいぶ前からやはり沖縄の問題というのは考えなきゃいけない、本土がある程度負担していかなきゃいけないことなんだというのは問題意識ずっと持って勉強してこられたと、そういうご印象でしたか？もちろんそういう感じしましたね、歴史に基づいてお話しなされるところを見ても、そういうようなところをしっかりと認識して、なんか軽い浮いた話で、その時々の話でお話してるっていう目でも態度でも言葉の重さでもなかったですね。私が質問した時にはですね、関空というよりはむしろ神戸空港の方が帰って可能性があるんじゃないかというような言い方をされてましたんだけど、そういう話は出ました？いや、僕らはあまりそういう話はしませんでした。関空どうだとかこうだとかって話はしなかったんですよ。で、私は一つだけこういうようなことを言ったんですね、
よく基地を背負うときに、はいはい、沖縄の人にですね、はい、基地経済があるから沖縄の人基地取るんでしょ、というふうなことを言われるんです、はい、だけど今は昔は 30% が、はい、あの基地経済っていうのは 30% からありました、はい、今も 8% です。だから基地がなくなったってうちは間違いなくその経済は成り立っていくんですよと。だから知事もこの関空の話が来た時に、はい、その関空 の, あ の, その経営がどうなのかって話からこの問題が入ったら良くないと思います。うん、あの沖縄の基地の負担、今知事がおっしゃってる負担、日米再編というのはどうなのか、日米安保はどうなのかという、うん、そういう論議からお入りにならないと、うん、なかなかそのいろんなことをね言われたりしますよねと、うん、いうことを申し上げて、あ、知事もその通りだと。なるほど。まあそういう関空の赤字だか黒字だかっていうことは関係ませんよというような話でありましたね。あ、そうですか。私がですね、あの取材した時にはですね、知事はその沖縄の負担削減策ということとですね、それから沖縄の経済振興策というのを同時に考えてやるべきだということをおっしゃっててですね、それで近々ですね、そのカジノ振興策、カジノのことで、小沢幹事長にですね陳情に参ると。でその時にあのまずさ真っ先にですね、カジノじゃあどこに作るかと、それによって振興されるべき適用されるべきところはどこかといったら私は沖縄だと思うという、びっくりしたんですよ。大阪の知事がですね沖縄のことを陳情に行くのかと思いましてですね、ちょっと驚いたんですが、まあ、そんな話は出ましたですか。いや、出ませんでした。それは出なかったですか。はい、台頭の話は経済の話はあんまり出なくて、今申し上げたような基地の問題と、今言った沖縄の思いについて、今後とお話しされておりましたね。現状その普天間基地移設問題はですね、政治的に非常に膠着しているわけですけれども、これはですねもちろん、直接おやりになるのはですね、外務省であったり防衛省であったり防衛大臣であったり外務大臣であったり、そして最終的には官邸というか最後の最後はその畑山総理の決断にかかっているんだろうとは思います。とはいえいろいろなアイデアがあっていいんだろうとは思いますけれども、その辺ですね、現在こっちの東京 の, その永田町とか霞ヶ関のですね、状況といいますか、そういうことはご説明になったんですか。いや、もう基地問題は13年かかってますから、はい、なかなか難しいんですよと、一挙にできるような話じゃないんですと、いうようなことはお話をしましたね、だから丁寧にやらないとなかなか難しいと、いうようなことをお話したら、よくそのことについてご理解いただいたなと、いうふうに思ってます。すぐできるんだったら13年間こんなほったらかしになってませんよ。なるほど。まあそういう意味でも大変な問題なんです。感触としてはですね、この橋本知事の発言がですね、一つの引き金になって、例えばその国内の他の場所でですね、じゃ受け入れ負担を考えていこうというような議論が誘発されてくる、出てくるという可能性っていうのはどうでしょうか。あるね。ありますね。あります。あります。やっぱそれは大きいインパクトだと思いますよ。みんなで背負おうという雰囲気になってくる。これ非常に大きなことですね。で今時期がですね年内だと解決という話があったのが年内決着ではなくてですね越年ということについこの間なりました。でそれが、まあ、社民党のですね強い反対、もし辺野古をですね、にやると辺野古にするという案がですね、まあ畑山内閣が決定するんであれば極端に言うと連立自殺というようなことを今週の頭に強い口調でおっしゃって、でそれに、まあ、足並みを揃えてですね、まあ、下地先生のです、ね、親分のです、ね、亀井代表がですね亀井大臣も足並みを揃えて連立が崩れるようなことがあったならこれはね